エライザというモデルになっています。東京大学の有名な研究室初の会社からリリースされたモデルになっています。ようやくと外部情報を参照した Q&A のタスクでどれくらいの精度が出るかというのを確かめてみます。はい、皆さんこんにちは。AI 部長にったです。本日はローカル環境で動く言語モデル参戦ということでやっていきます。え、最近毎週のように新しい言語モデルが出ていますが、皆さんついていけてますか 日本だけじゃなくて海外からもいろんな言語モデルが出てるので結局どれが使えるのっていうふうに思ってる人もいるかもしれません。もしくはチャット GPT があるから手元で動くような言語モデルってもう必要ないんじゃないっていうふうに思ってる人もいるかもしれませんがえ皆さんどうでしょうか 確かに GPT-4 とかってパラメータ数が1兆を超えてると言われてるので手元で動かせるような小規模な言語モデルが GPT-4 よりも良くなるということは将来もなさそうな気がしますただ仕事とかでの実用性を考えた時に毎回 GPT-4 レベルの回答の質が必要かと言われれば必ずしもそうではないですよね 例えば、とりあえず文章の概要だけ理解したいといったときは、GPT3.5 のターボでも十分な要約ができるので、コストのことを考えて GPT4 を使わないというケースもありそうです。 そんな感じで、どこかのタイミングで手元で動かせるモデルでも十分実用的なレベルだというふうになったら、仕事では機密情報とかを入れたりすることもあると思うので、チャット GPT ではなくて皆さんのパソコン上で動かせるような小さな言語モデルが今後爆発的に普及する可能性は十分ありそうな気がします。そこで本日は一般的な GPU でも動く70億パラメーターの言語モデルを3つ紹介していきます。 で紹介するモデルは、ライセンス上では商用利用可能というふうになっているので、皆さんの仕事とかでも使えるモデルがあるかもしれません。最初に3つのモデルの簡単な概要を説明して、最後に日本語の性能を比較していきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に紹介するのは、ミストラル AI というものになっています。え皆さんミストラル AI って聞いたことありますか ミストラル AI っていうのは会社の名前で今年の5月頃にできたフランスのスタートアップの会社になります。で、この会社はもともと Google の DeepMind というところにいた人やメタ社の人が共同で設立した会社になっていて設立してから1ヶ月でなんと約150億円調達したということで話題になっていました。1ヶ月で150億も集まるって日本じゃあまり考えられないですよね。こういうところからも海外での生成 AI への期待度が非常に高いことがわかります。 はい、そんなミストラル AI なんですが、オープンなモデルを提供するということを掲げていて、メタ社のラマに対抗する会社になるというふうに言われています。で、ミストラル AI から初めてリリースされたのが、ミストラルという70億パラメーターを持つ言語モデルとなっています。はい、で、そのミストラルがどれぐらいの性能かということなんですが、こちらですね、メタ社のラマとの比較結果になっています。 オレンジの棒グラフがミストラルの精度になっていまして、パラメータ数が同じメタ社のラマ2のモデルが赤の棒線になっていて、すべてのタスクにおいてミストラルの性能が上回っていることがわかります。また、パラメータの数が倍近く多い 13B のモデルですね。130億のパラメータを持つモデルが水色の棒グラフなんですが、それらと比べても全体的に同等以上の精度を実現できています。 はい。で、こちらは、えー、先ほどのタスクを、えー、ラマ2のパラメーターごとの精度と比較したものになっていて、横軸がパラメータの数で、縦軸が精度になっています。で、この赤の線がラマの精度になっていて、パラメータが上がっていくと、こんな感じで精度が上がっていきます。で、ミストラルは、この 7B のモデルしか今ないので、このオレンジの点で表されてるんですが、ラマのモデルと比較して、3倍くらいのパラメータを持つモデルと、精度が同等くらいということがわかります。 で、ミストラル AI は今後、ラマ2と同じく、より大きなモデルをリリースしていくという予定らしいので、例えばラマ2と同じく700億のパラメーターを持つモデルなどが出てきたら、本当に実用的なレベルの精度になりそうで、すごい楽しみです。 はい、続いて紹介するのは、XWIN LM になっています。こちらは以前の動画で紹介したんですが、700億のパラメータを持つ XWIN LM のモデルは、一部のテストにおいて GPT-4 を超えてるということで注目を浴びています。以前の動画で紹介しなかったんですが、700億のモデルの他に130億と70億のパラメータを持つモデルもリリースされています。こちらは他のモデルとの比較結果になっていて、いろんなタスクにおいてそれぞれのモデルの性能を表しています。 7B はこちらですね、下から3つ目になっています。ラマ2の 7B がこちらになっているので、すべてのタスクにおいて XWIN LM ですね、精度がいいというのがわかります。ただ、XWIN LM は、まあ、何を学習データとしているのかとか、学習方法とかそういった技術的な詳細についてはあまり明らかになっていないようです。XWIN LM も今後どうなっていくるのか楽しみな言語モデルの一つとなっています。 はい、最後に紹介するモデルがエライゾというモデルになっていますで。こちらは東京大学の松尾研究室という AI 界隈では有名な研究室初の会社からリリースされたモデルになっています。 少し前にリリースされて話題になっていたんですが、皆さん知っていますかエライザーはメタ社のラマ2をベースとして学習しているモデルになっていて、モデルだけじゃなくて開発のノウハウなども含めて公開してくれています。日本語の言語モデルの研究を加速させるということを目指している会社なのようで、とても期待できる会社になっています。 で、エライザのモデルは日本語の学習データを中心に使っているというところもあるんですが、トークナイザーと呼ばれる文章を AI のモデルに入力する際に行われる処理というのが日本語用に開発されています。例えば、海外の言語モデルを日本語で使用しようとすると、このトークナイザーが日本語の単語を処理するようには最適化されていないので、単語単位ではなくて文字単位で処理が行われる傾向があります。 でこちらの図は、エライザの方が紹介してくださっている記事の中の図なんですが、こんな感じで、東京都という風に入力すると、ラマ2のモデルでは、それぞれ文字が単語単位に分割されます。一方、エライザのモデルでは、このように単語単位で入力することができます。でこうすることによって、処理を行う回数が減るので、文章の生成速度が速くなったりとか、より長い文章をモデルに入れられるようになります。 また、エライザーは先日、生成開発支援プログラムというのに採択されたということでニュースになっていました。で、これ何なのっていうふうに思う人もいると思うので、簡単に説明すると、そもそも言語モデルを作るのって、GPU といって、まあ、めちゃくちゃ高くて、電気を消費する機械がたくさん必要になってきます。例えば、NVIDIA の A100 という GPU を買おうとしたら、今だと、この価格コムだと330万円くらいします。 で、プリウスの新車が買えるじゃないかというふうに思った人もいると思うんですが、大きな言語モデルを1から開発しようとしたら、こういった GPU が何台も必要になってきます。GPU の中身のことは全然わからないんですが、こんなに小さな機械が車と同じ値段っていうのは、世の中知らないことがたくさんあるなというふうな感じがしますが、え皆さんどうでしょうか はい、少し脱線しましたが、話を戻すとえ、先ほどのニュースでは、国が運営している研究所の約13%の GPU を独占的に割り当てるということでした。で、エライザーはより大きなモデルを今後開発していくということだったので、日本を代表するようなすごいモデルがリリースされそうで、個人的にはすごく楽しみです。はい、3つのモデルを紹介してきましたが、皆さん何個知ってましたか え、それぞれ英語で学習されていたりとか、学習データが公開されていなかったりとか、結局どれが日本語で使えるのかというのが気になるところですよね。今回は簡単に要約と外部情報を参照した Q&A のタスクでどれくらいの精度が出るかというのを確かめてみます。はい、最初に要約なんですけども、こちらのドラゴンボールの孫悟空少年編を3行で要約してというプロンプトを入力してみて、3つのモデルの出力を比べてみます。 はい、結果がこちらになっています。はい、上から、えー、ミストラル、XWINLM、エライザという風になっていて、全部は読みませんが、す、え、べ、ー、てのモデルで変な文章は生成せずに、ちゃんと要約ができてるなという印象がありますで。3行に要約してという指示を出したので、その指示に従う能力を考えると、短く回答できてるのは一番下のエライザになっていて、いろいろ使ってみたんですが、真ん中の XWINLM は文章が長くなりやすい傾向があります。 また、XWIN LM はドラゴンボール Z ということでえ、元の文章にはない知識を使って回答を生成しています。今回はドラゴンボール Z の要約ではなかったので、文章としては自然なんですが、カルシネーションが起きてしまっています。で、一番上のミストラル AI は日本語の学習データを使ってるかというのは公表されてなかったんですが、しっかりと日本語を生成することができているので、少なからずえ日本語を学習データとして使用しているのがわかります。 はい、続いて、外部情報を参照した Q&A タスクをやっていきましょう。で、外部情報を参照した Q&A タスクって何っていう人もいると思うので、簡単に説明すると、ChatGPT では学習データにない情報を聞いたときはえ、うまく答えられないというのは知ってる人も多いと思います。例えば、ニャンタってどんな YouTuber ですかっていうふうに聞いても、私の情報は ChatGPT は学習してないので、答えられません。 でこういう課題は当然仕事でチャット GPT を使おうといった場合にも起きて、例えばその会社の独自の決まりとかをチャット GPT に答えてほしいケースなどが当たります。皆さんの仕事の中ではそういったケースはないでしょうか でそういう時に使われるのが、ラグと言われる手法で、リトリーバル・オーグメンティド・ジェネレーションというかっこいい名前がついています。やってることは単純で、PDF などの外部情報を一部抜き出して、質問と一緒に言語モデルに入力することで、外部情報を参照した回答を生成することができます。 で、こちらが、えー、ラグを使用した時に、モデルに入力するプロンプトの一例になっています。で、今回は、健康に関することが書かれた PDF を入力したとして、その後にユーザーから、健康と人生について産業で教えてくださいと、そういった質問が来たというケースを想定しています。 でこちらの点線で囲われたところが外部情報になっているので、こちらの情報を参照して、うまくこのユーザーの質問に答えてくれるかというのが評価のポイントになります。はい。で、こちらが3つのモデルの出力結果になっています。すべてのモデルで外部情報を参照して回答を生成してくれているようです。一番上のミストラルと一番下のエライザーに関しては、外部情報を直接出力している傾向があります。一方、真ん中の XWinLM は箇条書きで整理した文章を生成してくれています。 また、XWIN LM は、こんな感じで、適切な食事、運動、睡眠、リラックスなどの生活習慣を維持し、ストレスを軽減することが大切です。ということで、自分が知っている情報を付け足して回答を生成しています。あとは、やっぱり XWIN LM は、文章が長くなる傾向がありそうです。皆さんは、どの文章がいいなというふうに思いますか個人的には、X、XWIN LM は、ハルシネーションのリスクも高くなるんですが、うまく出力できた時の質としては、結構感動するレベルなのかなというふうに感じます。 はい、2つのタスクについて、それぞれの言語モデルの性能を見てきました。で、最後に気になる点としては、使われている学習データです。 で今回3つとも、まあ、商用利用可能という形で紹介してきました。ミストラル AI のモデルに関しては、a p a c h 2.0というライセンスで、他の2つのモデルは RAMA2 のライセンスに従っています。ただ、あなたの名前は何ですかとか、学習データは何ですかとかいうふうに聞いたときに、XWinLM は下のような感じで、ChatGPT であるとか、GPT-4 であるとか、そういった回答を生成していました。 でどういったデータを使用しているのかという情報が明示されてないので適当なことは言えませんがチャット GPT の出力を使用している場合は OpenAI の規約に関する可能性もあるので会社で使用する場合は注意が必要かなというふうに感じました はい、最後に感想なんですけども、どの言語モデルも、まあなかなかすごいということで、まあかなり実用的なレベルまで近づいてるなという風に感じます。他にもいろんなプロンプトを試してみたところ、日本語で使う場合は、X、XWIN LM と ELIZA のモデルが良さそうで、ミストラル AI のモデルに関しては、これらのモデルと比較すると、日本語においては少し精度が下がるかなという風な印象を持ちました。学習データに何を使ってるかとか、えー、そういったことに関しては、今後更新があったらまたお伝えしていきます。 はい、以上で本日の動画を終了したいと思います、えー、この動画が良かったなっていうふうに思う人は高評価コメントチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ